guys! モンスターション TV! 始めました！モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガスラッシュでやっていきましょう！今回はですけども、おでん様最新ジャンプでちょっと意味深なことをしておりますね。これはいろいろと繋がってくるのではないのか、そう。何か書き物をしているんだよね。これは一体何なのか、どこへ繋がってくるのかっていう件について、今回お話をしていきたいなと思います。ちなみにでございますけども、本日11月19日、私の誕生日でございます。たくさんのコメントいろいろとありがとうございます。みんな本当にね、0時になった瞬間から、ジョーさんおめでとうございますという感じで、いろいろとリボ送っていただいたりとか、DM くれたりとかね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。気づけばね、だからもう1年経ったんだ、みたいな。俺、11月19日、去年何してたのかなってこう、ちょっと考えるんだけども、感覚的にはなんか、1週間前ぐらいに感じるんだよね。要するに、それほどに、めちゃくちゃ今年早かったなっていうふうに思うんですよ。で、よく言うのが、大人になったら1年がめちゃくちゃ早いっていう話。いや、マジでそれよ。だからみんな本当にね、今若いうちとかに、この1年1年を大事に生きてほしいなと思います。で、僕もこういうふうにね、1年があっという間に過ぎたなーっていうふうに思うんだけども、1年あっという間に感じるんだけど、やっぱいろんなことをしているんだよね。それこそデータフォルダーをちょっと見ながらさ、1年何してたのかなーっていうふうに見てたら、やっぱいろんなことをしてるんですよ。で、いろんな人となんかワイワイやったりとか、動画で、あ、こんなのあげたなーとか、こんなコメントもらったなーとかで、よくみんながね、絵を描いてくれたりするんですよ。だから、ジョンさんどうぞみたいな感じで絵を描いてくれるんだけど、俺毎回それ保存してるからさ、そういったのをデータフォルダーで見ると、あ、俺の1年、なんかこう、1週間に感じたけども、そんななんか薄いものではなくて、めちゃくちゃ濃かったなっていうふうに思うんだよね。やっぱなんかいろいろとやってると気づいたら、あ、1年経っちゃったってなるんだけども、常にいろんなところで写真撮ったりとか、それこそみんなからね、いろんなこう、絵を描いてもらって、で、それを保存したりとかってしてると、データフォルダーを見返した時に、いろんなことがあったなっていうふうに思い返せて、なんかすごくいいなっていうふうに思えるんだよね。だからみんな、なるべくね、普段から写真とかガンガン撮った方がいいですよ。僕は若い頃ちょっとね、写真はちょっと嫌だなみたいな感覚を持っていたから、だいぶ損しました。なんか若い時の写真ってのはあんまないんだけども、でもそれ以降はね、写真とかを撮っていると、で、やっぱそれっていうのはすごい大切な思い出になるんでね、みんなガンガン写真撮りましょう。家族と一緒に写真撮りましょう。OK ですか？そんなこんなで、ね、本日も私動画をガンガン撮っておりますけども、多分ね、去年も間違いなくこういう風にいろいろと動画撮っていたと思います。なんか、誕生日会やらないのって感じなんだけども、そうなんだよね。誕生日会やんないんだよね。で、俺、ケーキとか食べないのって言われるんだけど、ケーキ苦手だからさ。ケーキ苦手だから食べないんすよ。だから昨晩は0時になるってことでドンキに行ってね、ツイッターにもあげたんだけど、M&M のチョコとかなんか適当に買ってきたんだけどさ、チョコ大好きだからね。でもやんないんだよね。でも全くもってじゃあやらんのかって言ったらそうではなくて、俺毎年毎年ね、誕生日のタイミングでは実家に帰るんですよ。だからお母さんと一緒になんかちょっとした誕生日会というか、一緒に二人でね、なんかやろうかなっていうふうには考えておりますけどもね。だから近日でまたちょっと帰る予定は、ありますけどもね。だからそんな感じでのほほんと過ごしていこうかなと。そして、現在はこんな感じでね、誕生日だからこそ、普段の感謝を込めてそういうふうにたくさんのね、お祝いのコメントをいただいたからこそ、みんなに動画を届けるって感じで、今こういうふうに動画を撮っております。改めてこの新しい1年、みんなよろしくお願いいたします。一緒にこの1年も楽しんでいきましょう！ということで、改めてでございますけども、今回のお題でございます。おでん様が一体何を書いているのかっていうことでございますけども、こちらの最新ジャンプでございます。みんなゲットしましたね。OK ですか？ということで、まあ、ちょっと見てみると、日誌をつけているっていうふうに言っているんだよね。で、それというのが、海外の航海者たちは戦場で毎日これを書くそうだっていうふうに、まあ言っているんだよね。で、以下、旅の時局の一部をおでんの手記にてっていうふうに、まあ書いてあるわけでございますから、まあおでん様はこういうふうに自分の人生の全てを書き留めているって考えるのが正解なんだよね。で、そこからの、まあこのロジャーさんについても繋がってくるのではないのか。まあ結局ロジャーさんのところに載っていたわけじゃないですか。で、その前に白ひのやすさんのところにも一応載っていたわけでございますから、まあ人に歴史ありというか、おでん様がこの和の国で過ごした日々、それを書き留めていて、で、そこからの白ひのやすさんのところに行って、で、さらにはロジャーさんのところに行ってっていう、この日誌が間違いなくあると思うんですよ。で、この日誌っていうのが、俺めちゃくちゃ大事なんじゃねえ
のかっていう風に考えていて、それこそ公開日誌っていうのは、まあワンピースにおいてめちゃくちゃ大事。だってそもそもこのグランドラインっていうのが何もみんな知らないような魔界だっていう風に言われてるわけじゃないですか。それこそイーストブルーとかの人たちからしてみればね、グランドラインに入るっていうのは自殺だっていう風に言うわけでございますし、でグランドラインの前半の海から新世界に渡るっていうのはもうパラダイスからね、まあ、地獄に行くような表現をされている。ということはやはりこの未開の地っていうのを渡り切ったこのロジャーさんの公開日誌っていうのがめちゃくちゃ重要であると。誰も知らない地だからこそこれを渡り切ったロジャーさんの航路とかっていうのがすごい大事になってくるんだよね。もっと言うのであれば、毎日毎日毎日記録をつけているのであれば、これでラフテルに行った時のこととかも全部書いてあるよねって話になってくるんですよ。めちゃくちゃやばくない？今までにこの公開日誌っていうのが、まあ、ピックアップされたような場面っていうのがあるんですね。それというのがドンクリークでございますね。我らがドンクリーク、僕は小学校の頃にね、彼のこの鎧をね、なんか画用紙で作ってみましたけどもね、散々なものになりましたけども、それというような形でドンクリークが公開日誌を、ゼフの公開日誌を狙ったっていう話があるわけじゃないですか。これがあればグランドライン俺ら渡れるぜみたいな感じで言っていたわけでございます。そうだから、この公開日誌っていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。それ同様にでございます、この和の国でも、まあ、この公開日誌を、おでん様が書いた公開日誌っていうものを狙っている人物たちがいるのではないのか、それがカイドウさんなのではないのかっていうふうに考えるんですよね。だって彼もロードポネグリフを持っているわけでございますから、ラフテルとかっていうのには興味あるわけですよね。ってなってくると、そこに一番近いのがおでん様の書いているこの公開日誌なんだよね。まだあるかわからないですけども、ただこれを見てみるとめちゃくちゃ可能性は高いし、以下旅の時局の一部をおでんの手記にてっていう風に書いてあるわけだから、これの見方っていうのが、回想っていうのが、まあ、全部この本に書いてあるというか、なんか第三者の目で見たのがこれなのではないのかみたいな感覚を覚えるんだよね、ここのなんか煽りの一行に関してはね。だからこそのこういった日誌が存在するっていう風に僕は考えるし、やはりカイドウがこれを狙っていたのではないのかっていう風に思うんですよ。いたというかいるだね、狙っている、今も狙っている、そしてそういったような行動を起こしているのではないかと思います。どんな行動を起こしているのって言ったら、やけに雷蔵を狙ってませんでしたかね。なんか雷蔵に対してのこの狙い方っていうのが異常だなっていう風に僕は思ったんですよ。どこまでこの昔の人たちが時を渡ってきたのかっていうのを知っているのかね、そこ次第なんだけども、ただ雷蔵が、まあ、そういう風に時を渡ってきたっていうことを知っている、じゃあ殺しましょうはわかるけど、そこまで追い立てますかねみたいなね、ミンク族のところに行ってあんだけ大暴れするわけでございますよ。まあジャックの性格とかもあるわけでございますけども、そこまで人一人にやるのかなっていうのは違和感を覚えるところではある。じゃあなぜそこまでやるのかって言ったら、雷蔵がこの公開日誌について知っているのではないのか、下手したらこれを奪ったのではないのかとか、まあ雷蔵がその当時ではね、当時にこれを奪って時を渡ってきたみたいな、で雷蔵いるやんけみたいな感じで、まあ追い立てたっていう可能性もあるよね。ただなんか考えるに、やっぱその別で行動しているところとかね、見ていくとどうなんだろうなって、なんかそれを一回奪いに行ったのかなっていう風に、忍者だからこそね、潜入してなんかそれを奪っていったっていう風にも考えられるしね。だからこその、あの野郎やりやがったみたいな感じで、雷蔵だとみたいな、でそこから追いかけていって、あそこまでの、まあ、大惨劇を起こしたみたいなね、ミンク族のね腕をなんかもう切ったりとかもしちゃかみちゃかじゃないですか。そういう風にも考えられるんだよね。そして同様に考えられるのが、そういう風に野原様とかね、猫まむしの旦那が腕や足を切られても絶対に喋らなかった、みんながこの雷蔵について喋らなかったっていうのが、仲間だからこそっていうのは、まあ、もちろんだと思うんだけど、さらに深い何かがあるのではないのかっていう風に考えるんですよね。まあ雷蔵に対しての気持ちだったりとか、そしておでん様に対しての気持ち、さらにはロジャーに対しての気持ちとか、いろんなものもあって、まあ、話さなかったっていう風に考えることもできるんだよね。要するに話をしてしまうと、やすやすとこのおでん様の、まあ、伝説的な冒険を、そしてこのロジャーの冒険っていうのを敵に渡してしまうことになると。そしてこの歴史の全てを知るっていうことがめちゃくちゃ大事である。だからこそ知るやつっていうのは限られた人間じゃないといけない。カイドウを見た
たいなバカ野郎に言っちゃうとちょっとよろしくないよねということで、何としても死守をしたのではないのかっていう風にも考えられるわけでございますよね。バカ殿だっていう風にね、桃之助くんの父さんを言ってるわけでございますけども、おでん様のことをバカ殿って言ってるけども、奴の方が圧倒的なバカ野郎なのではないのかっていうね。だからこそミンク族たちは何としても雷蔵を死守したのではないのかっていう風に考える。要するに公開日誌を絶対に渡さないためにああ言ったような、まあ結果になったというか、その道を選んだのではないのかっていう風に考えるんですよね。現に先日出たニュースで、やはりワンピースは5年で終わってしまうみたいなね話がありました。その内藤さんがね言っておりましたけども、でいろんなね、そのフラグを回収していくとかっていうことを言ったりとか、そのワンピースについていろいろと和の国で繋がってくるっていう風にも言ってるわけでございますから、まあやはりこの公開日誌っていうのがそこに思いっきり繋がってくるものではないのかっていう風にも考えられますよね。今回のこの描写っていうのはやはり相当意味深であり、まあそういったような大事な公開日誌っていうのが存在するのではないのか、そしてそれを狙うカイドウさん、なんかそういったような形も僕の中ではちょっと見えてきましたけども、それが果たしてどんな感じになるのか、ぜひともそこら辺についてね、みんなの思うところをコメント欄に書いてくれたらなと思います。まあ結構な確率でこの公開日誌っていうのはあると思うし、ワンピースの世界においてはめちゃくちゃこれは大事であると。やはりまあすでにね知っている海であればそれはそれなんだけども、特に、まあ、未開の地で、しかもロジャーさん、それを渡ったクルーの、まあ、この公開日誌であればレア度っていうのはとんでもないくらいあるっていうふうに僕は思います。ではその公開日誌が今どこにあるのか、やはり雷蔵が持っているのか否か、そこら辺についてもちょっとコメント欄でね、みんなと一緒の話できたらなと思います。 OK ですか？ということで今回この辺締めていきましょう。まだまだ他にもね、いろんな出したい動画ありますんでね、ここから撮っていきたいなっていうふうに思います。そして改めてたくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます。気づけばで、ね、もう1年経ちましたけども、次の1年はさらにいろんなことをねしていきたいなと思います。前々から僕はねやりたいことがあるんですよ、みんなと一緒に面白いことやりたいんですよとか、それこそ感謝の宴とかね、そういったのも早く情報出したいですよってことをまあ言ってるわけでございますから、とにかくこの1年とんでもないことになるから楽しみにしててください。 OK ですか？それでは今回この辺で締めていきましょう。最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシーということで P でした。また次回お会いしましょう。 See you next time。